最後にまとめについて話していきます。今日やったことですね。コンポーネントをいくつか学びました。コンポーネントっていうのはオブジェクトに機能を追加するものです。リジットボディ 2D、物理挙動を与えるっていうことですね。それからコライダー 2D がいくつかありました。コライダーボックスコライダー 2D、つまり四角の当たり判定を与えるもの。それからサークルコライダー 2D、丸い当たり判定を与えるもの。そしてスプライトレンダラー、画面に絵を表示するっていう機能を与える。 コンポーネントです。それからアセットはスプライト。スプライトは A ですね。画像です。それからフィジックスマテリアル 2D っていうのは摩擦、そして反発。それらの性質を設定するためのアセットです。で以下の関係を理解しましょうと。オブジェクト、オブジェクトにコンポーネントを追加することでオブジェクトに機能を与えます。 それから、コンポーネント。この、コンポーネントをいろいろと設定することで、まあ、挙動を変えることができます。グラビティスケールを変えることで、ゼロにすることで、重力の影響を受けないようにすることができるとかですね。それから、アセット。これらをコンポーネントにアサインすることで、動作を変えることができるんですが、コンポーネントを設定するために、数値とかチェックボックスとかで、あと選択とかで設定するためだけではなく、アセットを設定して、 コンポーネントを設定することもあります。まあ、例えばスプライトとかね、フィジックスマテリアル 2D とかですね。コンポーネントを設定するためにアセットを使うこともある。設定するためにここをいじるだけの場合もあるし、数値やあの、チェックのオンオフをいじるだけの時もあれば、アセットを設定するときもありますと。そういうことですね。あとは各コンポーネント、これらね、今日学んだコンポーネントについて、設定によって何をどのように変えることができるのか。 ということを学ぶ必要があります。まあなぜかというと、それらを組み合わせてゲームを作っていくからですね。何ができるのかわからないと思った通りの挙動をさせることもできない。ボールが重力に従って下に落ちてしまいますよと。そういう時にどうすればいいのか、グラビティスケールをゼロにすればいいじゃないのと。そういうのをね、いくつも覚えていく必要があります。といったわけで今日はここまでにします。お疲れ様でした。